これより司会定例会会議を開きます。本日の会議録署名者を井戸正敏君、森山義久君の御両君にお願いいたします。この際申し上げます。議事日程に記載のとおり監査報告書が提出されておりますので、お手元に配布いたしております。これより議事に入ります。議長、47番。動議を提出いたします。この際日程の順序を変更し、日程第30を日程第1ないし日程第22と一括上程されることを望みます。47番議員の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって日程の順序は変更されました。日程第1、議案第231号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案、ないし日程第22、議案第235号、大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例案、並びに日程第30、議案第103号、大阪市高速鉄道事業及び中量軌道事業の引き継ぎに関する基本方針の策定についてを一括して議題といたします。なお、議案第231号に関する人事委員会の意見は、お手元に配布の印刷物に記載のとおりであります。各常任委員長より審査の報告を求めます。59番、財政総務委員長、本田理恵君。財政総務委員会に付託されました議案第231号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案、ほか2件に対する審査の結果と経過についてご報告申し上げます。本委員会は8日の委員会において審査を行いました結果、お手元に配布の報告書に記載のとおり、いずれも原案を可決すべきものと決した次第であります。まず、議案第232号は、平成29年度において、本市が発売できる宝くじの金額の範囲を定めるもので、宝くじの売上状況などについて質疑がありました。これに対して理事者から、本市では平成13年度をピークに、販売額が減少しており、平成27年度の販売額は288億円、本市収入ベースで121億円となっている。宝くじの発売限度額は、販売できるだけ販売することから、過去の発売実績等を勘案し、ある程度余裕を持った設定としている。平成29年度には、新商品の導入に加え、販売促進に引き続き取り組むこと等を踏まえ、今年度同様の600億円としている。平成30年度の販売限度額の設定にあたっては、他の宝くじ発売団体における限度額設定状況を調査し、29年度の発売状況も勘案の上、改めて検討していく。また、コンビニエンスストアにおける宝くじの発売については、新規購入等の獲得に有効な手段であることから、早期の実現に向け、全国自治宝くじ事務協議会に引き続き働きかけていく旨答弁がありました。次に、議案第233号は、平成15年5月から17年5月までの間に、出産育児一時金を搾取した元本市職員に対し、返還及びこれに対する遅延損害金の支払いを求め、訴訟を提起するもので、10年以上法的措置をしなかった理由などについて質疑がありました。これに対して理事者から、元職員に視力があるかどうかわからなかったことなどから、収入や資産が把握できない状況では、法的措置を取ったとしても回収の見込みがないと考え、法的措置をしてこなかった区の調査の結果、最近になって収入があることが判明したことから、今回提訴し、事項を中断させるとともに、債権の確保を図るものである旨、答弁がありました。なお、議案第231号については、質疑などはありませんでした。以上、簡単ではありますが、財政総務委員会の審査の報告といたします。
61番、教育子ども委員長、出雲照秀君。教育子ども委員会に付託されました議案第234号指定公立国際教育学校等管理法人による大阪市立学校の管理に関する条例案ほか3件に対する審査の結果と経過についてご報告申し上げます。本委員会は議案第234号および235号については7日および本日の、また議案第237号および238号については7日の委員会において審査を行いました。その結果、お手元に配布の報告書に記載のとおり、いずれも原案を可決すべきものと決した次第であります。議案第234号および235号に関して、まず住之江区南港地域に公設民営学校を設置するスケジュールについて質疑がありました。これに対して理事者から公設民営となる新中高一貫教育校では国際バカロレアコースなどを通じて自国の伝統や文化を理解した上で多様な文化を理解できるグローバル人材の育成を目標にしている。また小中学校および高等学校にその授業方法を普及し、新たなカリキュラムの開発を行うなど、本市の学校教育全体の学力向上に寄与する拠点校としての役割を期待しており、できる限り早期の開校を目指している。条例案の可決後、速やかに事業者の公募を始め、今年度中に管理運営を行う事業者の候補を選定したい。その後、国家戦略特区に係る区域会議、質問会議で計画の承認を経て、来年5月の市会に事業者を指定する案件を提案し、平成31年4月に開校したいと考えている旨答弁がありました。また、指定管理法人に学校管理の継続が困難となる事態が生じた場合の学校運営や教育水準の担保について質疑がありました。これに対して理事者から、指定管理法人に対し、管理業務及び経理の状況についてのチェックをしっかりと行い、法人が委託期間の途中で撤退することがないように努めていく。万が一の場合には、学校教育法の原則に立ち戻り、市自らが必要な教職員を確保し、責任を持って当該学校での教育活動を継続したいと考えている旨答弁がありました。以上のほか、英語が苦手な子どもに対するフォローや通学時間、予算規模などの質疑がありました。なお、その他の議案2件については質疑等はありませんでした。以上、簡単ではありますが、教育子ども委員会の審査の報告といたします。45番、民生保健委員長、島田真理君。民生保健委員会に付託されました議案第239号指定管理者の指定について大阪市立高裁院第一特別養護老人ホームほか9件に対する審査の結果と経過についてご報告申し上げます。本委員会は
6日の委員会において審査を行いました結果、お手元に配布の報告書に記載のとおり、いずれも原案を可決すべきものと決した次第であります。以下、委員会における審査の概要をご報告いたします。議案第240号の損害賠償に関連して、ごみ収集車両の事故が減らない原因や、事故に伴うコスト意識などの職員への啓発について質疑がありました。これに対して理事者から、ごみ収集車両すべてにドライブレコーダーを搭載し、その映像確認を行うとともに、なぜなぜ分析の手法などを用いることにより、事故の原因を掘り下げて分析し、それを活用して職員の安全意識の向上を図るなど、新たな事故防止対策に取り組んでいる。また、重大事故が発生した場合等には、事故を起こした職員に対して、局部長から直接指導を行うとともに、あらゆる機会を通じて、事故防止や安全運転の励行について、各職員に伝わるよう取り組んでいる。今後も引き続き局を挙げて、交通事故の削減、防止に向けたさまざまな取り組みを推進するとともに、事故によって保険料が増加するコスト意識についても、職員に啓発していく旨、答弁がありました。このほか、ごみ収集の民間委託について質疑がありました。以上、簡単ではありますが、民生保険委員会の審査の報告といたします。23番、都市経済委員長、荒木はじめ君。都市経済委員会に付託されました議案第249号国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の一部を改正する条例案ほか、一件に対する審査の結果と経過についてご報告申し上げます。本委員会は6日の委員会において審査を行いました結果、お手元に配布の報告書に記載のとおり、いずれも原案を可決すべきものと決した次第であります。議案第249号は、国家戦略特別区域法施行令の改正により、いわゆる民泊について、条例で定める最低滞在期間を7日から3日に改めるものであり、現在の認定申請状況や違法民泊への対応などについて質疑がありました。これに対して理事者から、10月31日から11月末現在の認定申請件数は5件で、そのうち2件を認定し、800件以上の相談を受けている。違法民泊通報窓口へは500件以上の通報があり、主な内容は無許可営業、ゴミ問題、騒音などとなっている。通報があればまず保健所が無許可営業の疑いについて調査を行う。違法民泊には営業の中止を求めるとともに、度重なる無許可営業の指導に対して、改善されない場合は、警察と連携し、厳格に対応するほか、例えば、ゴミの処理に関して問題があれば、環境局とも連携し、対応している。今回の条例改正により、2泊3日に短縮することで、宿泊者ニーズに合致した営業が可能となることから、認定を求める営業者が増加するとともに、違法民泊営業者を適法な民泊営業に誘導することにもつながると考えている。また、12月1日には、田中副市長をトップとする民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチームを設置し、急増する来販外国人観光客の宿泊需要の動向や、宿泊施設の状況などについて、情報共有を図るとともに、民泊に係る諸課題の抽出及び民泊営業者への指導を含めた、必要な対策について総合的に検討していく。そして、安全・安心な市民生活の確保と、
宿泊客の受け入れ環境の整備に向けて関係局が一丸となって取り組む旨答弁がありました。なお議案第250号については質疑などはありませんでした。以上、簡単ではありますが都市経済委員会の審査の報告といたします。29番、建設消防委員長寺戸月美君。建設消防委員会に付託されました議案第251号、大阪港スポーツアイランド施設条例を廃止する等の条例案、ほか2件に対する審査の結果と経過についてご報告申し上げます。本委員会は7日の委員会において審査を行いました結果、お手元に配布の報告書に記載のとおり、いずれも原案を可決すべきものと決した次第であります。議案第251号はスポーツアイランド施設として定めている2施設について、前島運動広場は平成29年3月31日をもって共用を廃止し、前島緑地については平成29年4月1日より海浜施設に位置付けるため、大阪港スポーツアイランド施設条例を廃止するとともに、大阪市会員施設条例の一部を改正するものです。議案第252号は本市が住吉大社に対し、建物、住居、土地明け渡し及び損害金の支払いを求める訴えを提起し、住吉大社が本件土地の一部について4通行ゼッケンを有することの確認を求める反訴を提起していたところ、裁判所の和解勧告を受けて和解するものであります。これらの案件に対する質疑等は特にありませんでした。以上、簡単ではございますが建設消防委員会の審査の結果報告といたします。82番、交通水道委員長、東孝之君。交通水道委員会に付託されております、議案第103号。大阪市高速鉄道事業及び中量軌道事業の引き継ぎに関する基本方針の策定についての審査の結果と経過の概要につきましてご報告申し上げます。本委員会は2月16日に付託を受けて以来、2度の継続審査の議決を経て、本日まで慎重に審査を続けてまいりました。その結果、お手元に配布の報告書に記載のとおり、原案を可決すべきものと決した次第であります。本案件はご承知のとおり、昨年10月に議決した両事業の引き継ぎに関する基本方針の策定を議会の議決すべき事件とする条例に基づき提出されたものであります。2月の委員会では、民営化の意義、目的についての質疑や、議案に民営化後の地下鉄事業についての具体的な内容の記載がない、あるいは民営化基本プラン、括弧案などの内容を何らかの形で議案自体に加えないと、同プランに描かれた地下鉄事業が実現する担保がない、などといった質疑がありました。これに対して、理事者から、地下鉄事業の将来を見渡すと、少子高齢化に伴う人口減少、市場環境、景気変動や大規模災害の発生リスクなど、経営環境は厳しさを増すと
想定されるので、地下鉄事業を持続発展させるためには、民営化により経営力をさらに高め、より効率的で多角的な経営を目指す必要がある。民営化のメリットは、一層のお客様視点に立った劇的かつスピーディーな利便性、快適性の向上などのサービス改善や多様な事業展開に伴う沿線地域の活性化などである。これまでに民営化基本プラン、案などで示してきた内容は、民営化後も見据えて交通局として検討し、議会での議論を踏まえて作成したものであり、民営化後の新会社においては当然、同プラン案などに沿って事業を進めていく考えであるが、改めて整理をして、提示する旨、答弁がありました。3月の予算委員会では、地下鉄事業民営化プラン案が作成され、地下鉄事業の資産整理の考え方、事業廃止にあたっての職員の処遇などについて質疑がありました。これに対して理事者から、資産整理の考え方については、原則として地下鉄会計に属する資産及び負債については、その全部を新会社に引き継ぐものとするが、例外として未利用地などの一部の資産については、使用状況に鑑み、全市的に判断に委ねる、もしくは出資対象財産から除外する。職員の処遇については、事業廃止の際は職員一人一人に対し、新会社への転籍を希望するのか、市長部局への配置転換や退職を希望するのか、あるいは他の民間企業への再就職などを希望するのか、といったさまざまな選択肢について、丁寧に説明やヒアリングを行い、その意向を踏まえて、円滑な転籍、雇用対策を行っていく旨、答弁がありました。これに対して委員から、資産整理の原則の例外として、使用状況に鑑み、全市的に判断に委ねるという意味が分かりにくい。あるいは、一般会計に貸し付けている土地などは、本市に残すべきとの指摘がありました。9月の委員会では、地下鉄事業民営化プラン案の改訂版が示され、市が株式を 100% 保有する株式会社化に対する考え方や、地下鉄8号線延伸にかかる BRT の社会実験、総合的交通政策を担う新たな部署の設置、関連株の考え方などについて質疑がありました。これに対して市長から、株式会社化については完全民営化が理想ではあるが、本市が 100% 株式を保有し、その時々の経営状況、社会情勢を見ながら、将来に判断を委ねたいと考えている。8号線の延伸については、平成26年8月の大阪市鉄道ネットワーク審議会の答申で、収支採算性や費用対効果の点で、事業化の可能性は公営民営にかかわらず、現行の地下鉄補助制度の下では、極めて厳しい試算結果が示されたことを踏まえ、まずは沿線の需要喚起を図る BRT の社会実験の実現に向け、事業者である交通局が行政と積極的に連携協力して検討する。総合交通政策を担う新たな部署については、民営化後にこれまで交通局が担っていた交通ネットワークに関する業務や、株式の管理などを行う新たな部局を設置し、業務体制の強化を検討する。関連株については、交通局が関連株を取得した経緯や、関連株を一般会計に移管したとしても、直ちにこれを有効に活用できないことなどから、関連株は新会社へ移管し、一方で取得価格相当の現金を市に置いていくことにより、本市の交通施策に資するための基金を設置する旨、答弁がありました。そして、12月8日の委員会では、地下鉄事業民営化プラン案改訂第2版が示され、法務上の安全対策は今後、国の検討会の内容を踏まえ、実現可能なものから転落防止対策に取り組むこと、基金については、関連株の時価相当額とすることなどの説明の後、プラン案の内容に対する新たな修正や、BRT の社会実験と、市長直轄の新たな部局の関係などについて質疑がありました。これに対して市長から基金の使途目的から現在の地下鉄事業における施設の設置改良に関する投資のうち、国庫補助の対象となる案件の地方負担分は選択肢として基金から拠出することはあり得るが、具体例から削除する。プランの表題を株式会社化、民営化プランに変更する。
当面 100% 大阪市出資の株式会社化を図るという文言の当面を削除する。これには私が判断のできる任期中には株式の上場はしない旨答弁がございました。また理事者から民営化後の経路パスの年間3000円の本人負担については新会社の販売促進的な費用として負担するに、株式配当金については毎年税引き後損益の 23% 以上の配当金を確保に修正するなどのほか、安全に対する投資計画の詳細な内容も記載する。 BRT の社会実験と市長直轄の新たな部局の関係については平成29年度に新たな部局を設置し、まちづくりの視点も含めて新会社等と連携しながら需要喚起を推進していく旨答弁がありました。以上のほか、稼働式ホーム柵の設置は急ぐべきである、公営であるからこそ地下鉄の安全安心は推進されるなどの意見や、新会社の社長人事についての仕組みと市の関与などの質疑がございました。以上の経過を受け、地下鉄事業株式会社化括弧民営化プラン案が本日提示され、修正箇所については説明聴取を行いました。これに対しては特に質疑はありませんでした。最後に本案件については長期にわたって審査を行いましたので、報告できない事項が多々ありますことを申し添えておきます。以上、簡単でありますが交通水道委員会の審査の報告といたします。これをもって審査の報告は終了いたしました。これより討論に入ります。まず、議案第234号及び235号に反対者の発言を許します。74番、江川茂君。私は日本共産党大阪市会議員団を代表して、議案第234号指定公立国際教育学校等管理法人による大阪市立学校の管理に関する条例案及び議案第235号大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例案に反対する討論を行います。この2つの条例は、大阪市の公費で国際教育課程の中高一貫教育校を設立し、その運営を民間に任せる、いわゆる公設民営国際バカロレア中高一貫学校を設置するという、全国的にも極めて異例なものであります。これについて、二つの大きな問題点を指摘いたします。第一は、大阪市は今、公教育、すなわち大阪市自ら行う教育の方は、経費縮減のためだとして、強引に小中学校の統廃合を進めています。また、大阪府も大阪市も、府立と私立の高校を廃止する計画など、どんどん進めています。その中で、新たに公設民営、すなわち大阪市が公費で、新たな学校を設置し、それを民間に運営させようとしている点にあります。その先には、民間の利益優先の教育に大きく変質することが懸念されます。今回の国際バカロレア中高一貫校も、墨田区の南高緑小学校と南高渚小学校、二つの小学校跡地に作ろうとするものであります。第二は、経済界が求めるエリート育成のための英才教育に、大阪市が税金をつぎ込もうとしている点であります。関西経済同友会は、2008年3月の提言で、現状の公教育に限界があり、
このような英才教育ができないのであれば、とっくにて公立学校の民営化、民間委託を試験的に実施し、その展開を図るべきであると主張していました。私たちは、子どもと教育の立場から見て、公設民営で学校を経営すること自体に反対であります。なお、大阪市が設立運営する中学校や高校において、国際的な教育課程を導入することについては、今後、学校関係者で大いに議論することが必要であります。大阪市が今やるべきことは、建設費で約60億円かかる公設民営国際バカロレア中高一貫学校の設置ではなく、小中学校全学年に35人学級を広げること、学校維持運営費の増額、就学援助費の拡大、公立幼稚園の存続など、すべての子どもたちに成長、発達を保障するための教育条件を良くすることであります。以上、反対討論といたします。次に、議案第234号および235号に賛成者の発言を許します。15番、佐々木理恵君。私は大阪維新の会大阪市会議員団を代表しまして、議案第234号指定公立国際教育学校等管理法人による大阪市立学校の管理に関する条例案及び議案第235号大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例案について賛成の立場で討論いたします。本市会においては、新設する中高一貫教育の学校設置条例とともに、その中高一貫教育の管理を民間の事業者に指定するための条例、いわゆる公設民営学校条例が上程されています。国家戦略特区の制度を活用し、学校全体に民間事業者に管理・運営させる公設民営学校を設立するのは、全国初の事例であり、民間事業者ならではの特色ある提案を期待しています。私は子どもたちが将来予想もできないことに直面しても、周囲と協力しながら最も良い答えを導き出し、困難を乗り切るといった本当の意味での生き抜く力を培うためには、従来型の知識詰め込み型の教育ではなく、自ら課題を発見し、他の人と協力して問題を解決していくという課題探究型の学習手法を取り入れることが必要だと考えます。例えば、バカロレア教育は英語教育だと思っている人が非常に多いのですが、英語教育ではありません。母国語や自らの伝統、文化を非常に大切にし、英語はあくまでもコミュニケーションのためのツールに過ぎません。また、日本の学校では知識の習得を重視する時代が長らく続いていますが、バカロレアでは知識を得ることはむしろスタート地点です。例えば、家に帰って家族で今世の中の問題について話し合う、それだけでもいいわけです。とにかく何か自分にできることはないか考え、それを行動に起こしていく。行動を起こした後、必ず振り返りをさせます。自分が取った行動が、それが良かったのか、悪かったのか、どれだけの人に役に立ったのか、自分だけの自己満足に陥っていないのかどうかということを必ず振り返り、次に何か行動を起こすとしたら、何をすればいいのかということを考え、そのうち生徒たちは、
自分に力のないことに気づき、ああもっと勉強しなきゃと探究にまた戻っていきます。その探究の学習のサイクルをとても大切にし、そのような生徒たちを育てていきます。さらに既存の公教育はもちろん重要ですが、既存の教育システムには馴染まない生徒たちなどの受け入れをはじめとする多様な展開もこれからの時代には特に重視すべきことではないでしょうか。自ら課題を発見し、周りと協力しながら問題を解決していく力と知識を備え、そこから他者とそれらをシェアし、新たなる創造をもたらすための技能を養うのがバカロレアなのです。今やインターネットを通じて誰でも一通りのことは検索できる時代になりました。かつては頭の中に備えることが求められたそれらの知識が、これからはそれらを駆使して何のためにどう生かすかということが重要だと考えます。それを目指すのが再三申し上げているバカロレア教育というものなのです。このバカロレア手法をこれからの学校教育へ取り入れることで、未知の問題に立ち向かい自ら解決策を探求することや、周りと協力しながら問題を解決していく力が生徒の間には深く培われていくことでしょう。このような魅力あふれる学校が今こそこの大阪には必要だと強く確信しています。さらにはこの学校ではコミュニケーションツールとして英語教育にももちろん力を入れるとのことです。次世代を担う子どもたちが外国人の先生方から生きた英語を学ぶということができることは大きな魅力です。委員会の中では場所選定の話もございましたが、教育の中身が素晴らしければ通学時間は大きな問題ではありません。重視すべきは教育の質なのです。予定地も実際に視察してまいりましたが、現在の南港ポートタウンは緑がとても多く、非常に落ち着いて学習できる環境にあります。開校まであまり期間はありませんが、この学校の素晴らしさを広く市民の皆様に PR していただき、ぜひとも福祉と大阪として日本全国に誇れる学校としていただくことを要望いたしまして、私の賛成討論とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。次に議案第103号に反対者の発言を許します。76番山中智子君。私は日本共産党大阪市会議員団を代表して議案第103号、大阪市高速鉄道事業及び中量軌道事業の引き継ぎに関する基本方針の策定についてに反対の討論を行います。本基本方針案は、実に84年の歴史を誇る大阪市営地下鉄事業を廃止して、2018年4月をめどに 100% 大阪市出資の株式会社化を図ろうとするものであり、市民利用者にとって喫緊の課題である可動式ホーム柵の全駅設置の凍結はじめ、8号線延伸などの事実上のストップ等々、プラスになるどころか全くのマイナスでしかありません。断じて容認できません。以下、具体的に指摘いたします。周知のとおり、大阪市営地下鉄事業は、1933年昭和8年、梅田・心斎橋間3キロメートルの開業以来、都市計画の一環として、市民の足の利便を図ることを目的に、市民の税金と乗客の料金とによって、営々と築かれ、営まれてまいりました。そして今や営業キロ 137.8km、1日あたり243万人の乗客をお運びし、
2015年度決算では374億円もの経常利益を上げると同時に、資金面でも現金預金1003億円、基金227億円を持つまでに発展しているのです。今ほど安全で安心、快適で利便性の高い地下鉄としての一層の発展が求められているときはありません。御堂筋線はじめ、全駅の可動式ホーム柵の設置、南海トラフの震災対策、8号線の延伸など、バス、地下鉄の交通ネットワーク構築のさらなる前進、その一環としてのフィーダー系バスへの支援、地方公営企業法第18条2項の納付金による本市財政への貢献等々、市民利用者の願いに応えることです。ところが、こともあろうに、最大 45% の割増による1006億円もの退職金を支払うなどして、手持ち資金をすっからかんにする上に、企業債4900億円を一括償還せざるを得ないことから、その肩代わりを市中銀行に依頼してまで民営化するというわけです。とっても正気の沙汰とは思えません。これが仮に赤字続きで、債務超過にまで陥ってどうにもならないというならまだしも、公営地下鉄で唯一累積赤字を解消し、1200億円もの利益剰余金が積み上がっているほどではありませんか。なぜ膨大な黒字を計上している地下鉄を民営にするのか。それは民営化した後、株式を上場して売却する、ただその一時以外にないことは明らかです。2004年に民営化した東京メトロの場合は、5年後に株式上場し、53.4% の政府保有株を売却する計画だったわけですが、残り 46.6% の株を保有する東京都が、都営地下鉄との一体化の思惑から上場に反対しているため、伸び伸びになっているだけのことです。ちなみに、東日本大震災の後に作られた復興財源確保法において、日本郵政株式、JT 株式などとともに、この東京メトロの株式についても、その売却収入を復興財源に充てることとされているところです。2011年に当時知事だった橋本氏が、地下鉄を売ってでも高速道路淀川左岸線延伸部を建設すると表明したことはあまりにも有名な話です。その後、市長になるや直ちに、これまでのいわゆる改革型公営企業から民営化へと舵を切ったという流れになるわけです。吉村市長はこの間の議論の中で、自分の任期中には株式を売却をすることはしないと表明されていますが、現在のところそれを保証できるのは今期の残り3年間に過ぎないということではないでしょうか。もともとこの間にはとても上場はかなわないと思われますので、大阪市 100% 保有の株式である以上、売却しようにも実際上、その術がないということだと思います。ですから、吉村市長は、自分の任期中には、売らないというのではなくて、売れないと答弁するのが市党だったと申し上げておきます。いずれにしても、この民営化基本方針では、民営化する以上、当然ながら株式上場を目指して、一気呵成に突き進む内容となっているのです。そしてそのことは、民営化後10年間の収支シミュレーションにはっきりと現れています。ともかく経常利益率を上げるために、また有利子負債を減らすために、利益につながらない可動式ホーム柵など一切やらない、8号線延伸など論外、必要最小限の建設改良は補助金と手持ち資金で賄う。収益増につながるホテル、賃貸マンション、いずれもあまり大きなものではないようですが、それらの建設についても銀行借り入れを起こさずに実施するという徹底ぶりです。そうして民営化5年目にして、経常利益率は関西5施設の平均に到達するとともに、営業損益と原価償却費の合計に対する有利子負債の倍率に至っては、5施設の中で最も小さい阪神よりもさらに小さいという水準にまで達することになっています。
つまり交通局民営化推進室は東京メトロの当初計画同様5年で株式上場を果たすことを目論んでいると推測できるわけです。民営化、株式会社化とは市民の貴重な財産である地下鉄を売却し無駄な大型開発へ投入する、まさにそういう道に突き進むことに他なりません。このような元も子もなくなるようなことを多くの市民が許すはずがないと申し上げ反対討論といたします。次に議案第103号に賛成者の発言を許します。3番、福田赳浩君。私は自由民主党市民クラブ大阪市会議員団を代表し、議案第103号大阪市高速鉄道事業及び中量軌道事業の引き継ぎに関する基本方針の策定について賛成の立場から討論いたします。まず今回はいわゆる手続き条例に基づいて策定された基本方針に賛成をするものであります。民間企業においては、大型投資案件の意思決定の際に、方針決裁とその後の実施決裁という2段階で意思決定を行っている例があります。今回の基本方針の議決は、そのうち初めの段階の方針決裁に当たるものであります。方針決裁に当たる基本方針の可決後に、万が一、基本方針に書かれている通りの各項目の担保が取れなかったり、さらには、社会情勢や大阪市を取り巻く環境、政治状況が大きく変容し、想定外の状況となるようなことがあった場合、実施決裁にあたる廃止条例の議決の際には、一旦立ち止まるという意思決定が可能となるよう、二段階で決議意思決定を行うものであります。過去の大阪市なら、一度の議決意思決定で、その後は立ち止まることなく、何が何でも計画を推し進めて、失敗してきた例がありましたが、今回の二段階決議の進め方は、同じ失敗を二度と繰り返さないための議会の知恵として、我が会派から提案をし、実現をしたものであります。その前提で、我が会派として、方針決裁にあたる今回の基本方針の判断にあたっては、いわゆる12項目の提案をさせていただき、それに対して、おおむね前向きな回答をいただいたので、地下鉄事業の株式会社化への方向性について示された基本方針に賛成するものであります。なお、実施決裁にあたる廃止条例の議決にあたっては、当然、この12項目に対して、確実に実行される、あるいは着手しているなどを含め、賛成できる担保をしっかりと示していただく必要があります。また、賛成にあたって、一番の柱となる部分は、当初、吉村市長や前市長が主張していた完全民営化から、我々が主張する大阪市民が 100% 株主、すなわち地下鉄事業は大阪市民の財産であるという前提の株式会社化に大きく政策を方針転換するものだということであります。この前提で賛成をするものであります。そのため、当初は民営化プラン案というタイトルであったものを株式会社化プラン案に修正いただいたのは、まさにこの基本概念を示す象徴的な文言であると考えるからであります。さて、地下鉄の株式会社化に関して、私どもの考えを申し上げます。
まず、市民が株主の前提である公的関与に関して申し上げます。あくまでも地下鉄事業は、大阪市の都市政策の主要部分を担うものです。地下鉄事業は、大阪市にとって非常に重要な社会資本、公共財との基本認識を持つ中で、新自由主義的、市場原理主義的発想での民間活用ではなく、公的関与を維持しながら、少子高齢化、人口減少化など、成熟化社会を迎える中で、市民の移動の自由をいかに確保するのか、また、大阪市の都市問題、例えば人口偏在、インナーシティ問題、集積によるデメリットなどの解決や都市再生への寄与をどう果たしていくのかという視点から、安定的でかつ持続可能な事業運営を進めるために、所有と経営の分離を行う株式会社化を選択肢の中の一つとして検討を進めてきました。株式会社化にあたって、いわゆる12項目の前提としても申し上げましたが、今回の議案は、東京メトロや JR の民営化とは異なり、法律に基づいた公的関与の担保がないまま、私鉄各社と同じく、一民間会社としての位置づけとなり、社会資本、公共財としての地下鉄事業の使命を果たせない状況になりかねないものとなっています。公的関与を的確に行うための法整備を国に要望することが必要です。併せて、株式会社化に伴う退職金の支払いによる移行時の資金不足問題、企業債の引き継ぎの問題、国から未受領の補助金の問題なども危惧しており、この点に関しても、引き継ぎにあたっての特別法の整備など、国への要望活動を行っていただくことを重ねて期待するところであります。この点は、株式会社化の前提として取り組んでいただくとともに、もし国においての法整備が十分でない場合には、それをいかに担保していくのか、共に知恵を出し合っていきたいと考えております。次に、8号線の未着工区間を含む条例路線に関して申し上げます。そもそも、現在の大阪市においては、都市問題としてのインナーシティ問題が存在しています。例えば、大阪市東部エリアにおいては、木造密集市街地で、国からも整備地域としての指定を受けるなど、大規模災害が発生した際の危機管理の面において多くの課題を抱えています。都市再生を果たすためにも、都市計画などを含めた都市政策の一環として、交通政策が重要な意味を持っています。地域のエゴではなく、都市再生という意味において、私どもは条例路線の問題を申し上げているのであります。市長は、国への投資に向けての BRT の社会実験に関しては、我々の要望を受けて前向きに取り組むという回答をされました。この点については、一定の評価をしているところであります。しっかりと取り組んで結果を出していただくよう期待しています。そして、結果を出すとともに、改めて今後の社会実験による需要喚起の取り組みや、都市再生への課題解決を図った上で、国の投資に向けて積極的な働きかけを行い、8号線などの条例路線の整備が必要な時期が来たならば、予算確保のために、さらに積極的に国への働きかけを行っていただきますようお願いする次第です。その取り組みや市長の気概も廃止条例の判断の際には大きな要因となりますのでよろしくお願いいたします。次に、市民の足の確保としてのバス事業に関して申し上げます。私どもは市民のためにならない政策を行うつもりはありません。すなわち、市民のためになる株式会社化でなければなりません。そのために重要なものは市民の足の確保であります。バス事業に関して、当初の案では、路線をブロックごとに民間会社に譲渡するという案がありました。さらにその後は、段階的譲渡という案も浮上しました。これらは、議会の3分の2ではなく、2分の1の議決で実現可能であることから、もう少しで危うく市内をバラバラの民間バス事業者が担うという状況になるところでした。我が会派としては、バス事業は、地下鉄事業と一体のもの、バス会社は地下鉄の子会社であるべきと主張し、そして議会の中でも体制を得、理事者側から大幅な譲歩がありました。
そのことは今回の12項目の中でも要望事項として挙げております。具体には市民の足をしっかり確保するために運転手不足などの問題を抱えるバス事業への一定の税の投入、赤字路線に対する一定の税負担、そのための基金の整備、また交通政策に関する会議体の設置なども要望させていただきました。さらに大阪市の意見もしっかり反映できるように大阪市がバス会社の株を直接保有することも要望し、これらもおおむね承諾いただいたことに一定の評価をしております。今後さらに地下鉄とバスの一体運営をしっかりと果たせる体制を構築することで市民の要望にも応えていっていただきたいと願っています。その他にも申し上げたいことはたくさんございますが、廃止条例までの間にもこれからさらに議論を重ねていきたいと考えています。最後に我が会派は地下鉄の経営形態について公営企業からの転換という意味においては決して反対するものではないとの立場でこれまで真摯に議論を続けてまいりました。そして今回私どもが基本方針の策定について結論を出すこと、それはまさに大阪市が将来にわたって発展していく姿を思い描く中で地下鉄事業をいかに充実させていくか、市民のための事業主体としていかに貢献していくのか、真剣に向き合った結果であり、決して市長と我々との妥協の産物ではないということをはっきりと申し上げておきます。私どもが要望した12項目が株式会社の運営に生かされるよう、今後の廃止条例に向けた取り組みに対しての要望も申し上げ、我が会派として大阪市民が株主の地下鉄事業株式会社化の基本方針へ賛成する理由とし、討論とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。これをもって討論を終結いたします。これより採決に入ります。まず、議案第234号及び235号について、一括して起立により採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長報告のとおり、決することに賛成の諸君の起立を求めます。多数であります。よって、議案第234号及び235号はいずれも可決されました。次に、議案第249号及び議案第103号について一括して起立により採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。多数であります。よって議案第249号及び議案第103号はいずれも可決されました。次に、議案第231号ないし233号、237号ないし248号及び250号ないし253号について一括して採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第231号ないし233号、237号ないし248号及び250号ないし253号は委員長報告のとおりいずれも可決されました。議長47番47番、動議を提出いたします。この際日程の順序を変更し、日程第32ないし日程第38を選議されることを望みます。47番議員の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって日程の順序は変更されました。日程第32、監査委員の選任についてを議題といたします。理事者の説明を求めます。吉村市長。監査委員の選任についてご説明申し上げます。監査委員、酒井千鶴子氏の任期が、来る平成28年12月27日をもって満了いたしますので、その後任につきまして慎重に選考を進めました結果、ここに松井佳子氏を新たに選任いたしたいと存じます。同氏の経歴につきましては、お手元配布の履歴書のとおりでございまして、
人格高潔で優れた知識権をお持ちであり、本市監査員として適任と存じますので、何卒よろしくご審議の上、ご同意をお賜りますようお願い申し上げます。お諮りいたします。ただいま議題となっております監査員の選任については、委員会付託を省略、これに同意することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって監査員の選任については、委員会付託を省略、これに同意することに決しました。日程第33、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。理事者の説明を求めます。吉村市長。固定資産評価審査委員会委員の選任についてご説明申し上げます。固定資産評価審査委員会委員、吉岡奈美氏及び三原弘則氏の任期が、来る平成29年1月30日をもって満了いたしますので、その後任につきまして、慎重に選考を進めました結果、ここに吉岡奈美氏を再び、飛鳥由美子氏を新たに選任いたしたいと存じます。両氏の経歴につきましては、お手元配布の履歴書のとおりでございまして、人格、知識権ともに優れ、本市固定資産評価審査委員会委員として適任と存じますので、何卒よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。お諮りいたします。ただいま議題となっております、固定資産評価審査委員会委員の選任については、委員会付託を省略、これに同意することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって固定資産評価審査委員会委員の選任については、委員会付託を省略、これに同意することに決しました。日程第34、土地利用審査会委員の任命についてを議題といたします。理事者の説明を求めます。吉村市長。土地利用審査会委員の任命についてご説明申し上げます。土地利用審査会委員、内田隆氏、角野幸宏氏、小伊藤明子氏、飛鳥由美子氏、野田邦子氏、橋本義信氏、および松沢俊夫氏の7氏の任期が、来る平成29年1月30日をもって満了いたしますので、その後任につきまして、慎重に選考を進めました結果、ここに内田隆氏、角野幸宏氏、小伊藤明子氏の3氏を再び、浦西修司氏、富山久志氏、中井宏恵氏、および中島保氏の4氏を新たに任命いたしたいと存じます。7氏の経歴につきましては、お手元配布の履歴書のとおりでございまして、内田氏は土木、角野氏は都市計画、小伊藤氏は建築、浦西氏は経済、富山氏は農業、中井氏は法律実務、中島氏は不動産鑑定と、それぞれの分野において、優れた知識と経験をお持ちでありまして、本市土地利用審査会委員として適任と存じますので、何卒よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。お諮りいたします。ただいま議題となっております、土地利用審査会委員の任命については、委員会付託を省略、これに同意することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、土地利用審査会委員の任命については、委員会付託を省略、これに同意することに決しました。日程第35、議員提出議案第35号、ホームドアの設置と内包線付き天井ブロックの整備促進を求める意見書案を議題といたします。議長47番。47番。動議を提出いたします。ただいま議題となりました議員提出議案第35号については、委員会付託を省略、原案通り可決されることを望みます。47番議員の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第35号は、委員会付託を省略、原案通り可決されました。日程第36、議員提出議案第36号、地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書案を議題といたします。議長47番。47番。動議を提出いたします。ただいま議題となりました議員提出議案第36号については委員会付託を省略、原案通り可決されることを望みます。47番議員の動議にご異議ありませんか。
ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第36号は委員会付託を省略、原案通り可決されました。日程第37、議員提出議案第37号、安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書案を議題といたします。議長47番。47番。動議を提出いたします。ただいま議題となりました議員提出議案第37号については委員会付託を省略、原案通り可決されることを望みます。47番議員の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第37号は委員会付託を省略、原案通り可決されました。日程第38、西岸第5号、南スーダンの自衛隊 PKO 活動任務を直ちに中止することを日本政府に求める意見書の採択を求める請願を議題といたします。財政総務委員長より審査の報告を求めます。59番、財政総務委員長、本田理恵君。財政総務委員会に付託されました請願書の審査の結果についてご報告申し上げます。本委員会におきまして審査いたしました請願書は、お手元配布の審査報告書に記載のとおり、請願第5号、南スーダンの自衛隊 PKO 活動任務を直ちに中止することを日本政府に求める意見書の採択を求める請願であり、審査の結果、不採択とすることに決した次第であります。本請願書の趣旨は、日本政府に対し、南スーダンにおける自衛隊 PKO 活動任務を直ちに中止し、即時帰還させることを求める意見書の採択を求めるものであります。これに対して委員からは、南スーダンにおける停戦合意の状況や、駆けつけ警護の任務内容、今後、他の地域の活動拡大の懸念について意見がありました。以上、簡単ではありますが、財政総務委員会の審査の報告といたします。これをもって審査の報告は終了いたしました。これより採決に入ります。委員長の報告は不採択でありますので、採択することについて採決いたします。請願第5号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。少数であります。よって、請願第5号は不採択とすることに決しました。日程第23、議案第236号、大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例案を議題といたします。教育子ども委員長より、お手元に配布の申出書に記載のとおり、議案第236号を閉会中もなお審査いたしたいとの申し出があります。お諮りいたします。教育子ども委員会において、議案第236号を閉会中もなお審査することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議長発議のとおり決しました。日程第24、議案第217号、大阪府市公安委員会設置条例案ないし、日程第29、議案第222号、大阪府市公安審議会の共同設置に関する協議についてを一括して議題といたします。建設消防委員長より、お手元に配布の申し出書に記載のとおり、議案第217号ないし222号を閉会中もなお審査いたしたいとの申し出があります。お諮りいたします。建設消防委員会において、議案第217号および222号を閉会中もなお審査することに決してご異議ありませんか。異議がありますから、起立により採決いたします。議長発議に賛成の諸君の起立を求めます。多数であります。よって議長発議のとおり決しました。日程第31、議案第106号、大阪市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
交通水道委員長よりお手元に配布の申し出書に記載のとおり、議案第106号を閉会中もなお審査いたしたいとの申し出があります。お諮りいたします。交通水道委員長において議案第106号を閉会中もなお審査することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議長発議のとおり決しました。本日の日程は以上で終了いたしました。去る11月15日に議決されました議員の派遣について、お手元配布の書類に記載のとおり変更がありましたのでご報告申し上げます。この際ご報告いたします。元市会議員坪井義次君が去る12月2日逝去いたされました。ここに謹んで哀悼の意を表しご報告申し上げます。この際私から一言ご挨拶を申し上げます。年の瀬も押し迫り、本年も残すところ半月余りとなりました。この1年を振り返りますと、8月から9月にかけてリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックが開催され、世界の人々に感動と希望を与えてくれました。一方我が国では熊本地震、鳥取県中部地震の発生をはじめ、北海道や東北での度重なる豪雨により各地に大きな被害が生じました。こうした自然災害により市民一人一人がいつ発生するのか予測のつかない災害に常に備えておく必要があること、また行政のさらなる防災・減災対策が重要であることを再認識したところであります。私ども市会においては今後とも市民の負託に応えるため、真摯かつ活発な議論を通じて市民が安心安全に暮らせるよう議員各位の一層のご尽力をお願い申し上げます。最後になりましたが、議員並びに理事者各位のご精霊に対し衷心より感謝と敬意を表しますとともに、皆様方がご家族ともどもご健勝にて良き新年を迎えられますことをお祈り申し上げまして、私の歳末のご挨拶といたします。本市会定例会はこれをもって閉会いたします。